チルさんどっちに入れました？あ、僕はもう藤宮さんトータスって落として足湯までローラーしてくれることを望んでます。自殺志願者。出そうだけでなかったはず。ちょっと待たすか。見とくか。出なかったはず。これ重要だよね。出なかったでしょ。出なかった。出てた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 。いや二分の0、二分の0から動かないでしょ。二分の1になってませんでした。出るけど買わないから。そうなんだ。そうそうそう。変わらないのか。何のために出してんのじゃ。意味なかった。解除したから分かんなかった。そうだから。走行機ね、片っぽ直すとね、二分の1とか出るかって検証ですよね今。だからポスターのお二人ありがとうございます。どっちにも多分、メリットとデメリットがあって、多分、クルーメイト側だと多分、どっちが治、2分の1になっ、どっちも治ってないって思うから、両方とも目視しないと誰がいるか分かんない。そうですね。で、それはインポスター側にも言えるから。難しいね。そうなんだ。何のために出してんだろう、じゃあ、確かに。ね、もうあれやな、今のインポスターマジで CC やったな。めんどくさかったんすね。てか、今の下りで誰も死んでないのが奇跡だと思う。マジで CC しかないんすか。いや、もう僕、空気読んでるだけなら。そういった、初期のなんですよ、自分で。誰がなら、あ、今自分持ち上げてる。自分持ち上げてる、今。CC だな。うまいなぁ。アシエさん、もう、初手切り飲みます。初手切り飲みます。あ、じゃあ、インポスターに捧げましょう、アシエさんを。はい、金庫に今、金庫で A 見てますんで、よろしくお願いします。あ、それか、アシエさんボタン押してもらって、はい、あの、アシエさん釣りでも、全然。じゃあ、アシエさん、それ、無理やります？それって。いや、インポスターに捧げるということで。5分の1でインポスター釣れるから。検証代、検証代？検証代は払いますね、僕。20% で。40% ぐらいで当たるから。全然ある、20% とか。から多分クルーメイトの方が利があるね。10分の8に利があるってことはで、シンプルに考えていいはず。だからインポスター不利なのか、この仕様は。いや、なんとも言えんな。でも直すってこと自体がそもそもインポスターのあれだから、じゃあクルーメイトのあれだし、なんだろうな、パッと見はインポスターの割りが高そうだけど、どうなんでしょうね。ちょ、サンポス、青黄色。はいはい、あれ、はい、今、はい、今見ました、はい、僕見ました。藤宮さんがシャワーで夏目先生来てました。僕は誰か見てなかったんですが、トータスさんが出てきてくれたので、はい、はい、っていうかもう普通に僕右側の貨物で直したんですよ、電気で。そのままラウンジアーカイブでシャワー降りてったら、ほんまに倒れる瞬間の夏目先生と下に抜ける藤宮さん見てます。もうローラーでいいっす。髪巻きでシャワータスクしてて、はい、抜けようとしたところで切ってたんで、まあローラーでいいです。はい、もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。あ、僕シャワーのタオルタスクを最初やってたんですよ。はい、で、ロングタスクしまうやつが終わって、そこに夏目さんもいて、僕が下に抜けてくときにトータスさんがギリギリ視界の端で切ってました。うーん、で U ターンしてリポートしようとしたら、まあ、足湯さんのボタンが入ったっていう感じ。もう U ターンする気もなかったですね、藤宮さんは。まっすぐ下へ抜けていくタイミングで、でも僕ほんまにもう光って押すタイミングやったんで、はい、でも藤宮さんがこんなバレバレのキルするんやろか。ですよ。正直4割の人がそんなね、4割下がっちゃいますよ、トータスさん、やめてください。チルさんどっちに入れました？あ、僕はもう藤宮さんトータスって落として足湯までローラーしてくれることを望んでます。自殺志願者。いやー、お前、えげつないな。
貝がね、しっかり切れかったですね。まあ、切れかったですね、俺。いいよ、俺が停電直したっていうことぐらいかな。他に誰も直してなかったら。全票、藤宮さん入ると思ってるんですけど、遠田さん入れたい人いますか？僕は入れましたよ。ああ、じゃあ大丈夫か。だって藤宮さん、うん、最初誰か見えなかったって言ってたのに、トータスさんが来たって言ってるから言ってることも言っちゃいました。絶対藤宮さん。やっぱ真摯なことバレちゃいましたね。じゃあ、もうストップでいいと思ってて、トータスさんお願いします、はい。理由がシチュエーション的に、インポスターが上で、藤宮さんが下でなのに、藤宮さんは見えてて、インポスターが見えてないはずないので。センター、センター。センター。はい。藤宮さんが、ボケに走ったからちゃんと聞いてあげた方がよかった。あらあら。そんな知らない。聞いてますね。ナイスファイト。紳士ローラーお願いします。ストップしましょう。紳士ローラーお願いします。紳士ストップ、紳士ストップ。紳士ストップ。紳士ストップ。ボケをなんか、ボケと、取って、そのままやらない、ローラーしちゃう人もいそうだったから、潰しちゃった。ごめんね、藤宮さん。やっぱ寄せないんだった。ああ、じゃあ、押さなくていいんだった。そもそもは。やめておこう。上の方がね、視界広いですからね。視界が広いインポスターが見えないなんて、そんなことあるわけないからね。あって誰だと思ったら、アイドルのトータスさんか。ピンク、紫ピンク。めっちゃ締められるやん。おお願望通り。ね、3秒くらい前にバイタル見たときにはすでに死んでました。あれ、まあ、あんま情報になんですけど。足湯さんって昇降機右直してなかったっけ？昇降機右直してたのは2回ともトータスです。あ、トータスさんだ。トータスさんだと思います。はい、僕はアーカイブに行ったのは、はい、トータスさんとピカクロスさんってことですね。はい、あれ合ってますよね。私は多分シャワーにいたかな。アルマさんがいたはずだよ。アルマさんとピカクロスさんとオラフ君を俺シャワー見てます。オラフ君はどこ行ったかわからんけど、シャワーで3人見てます、僕。あ、そうなんだ。オッケー。で、足湯さんの目撃情報がこの感じだとなさそうかな。うん。右はいなさそうだけどな。うん、一応私最後、ラウンジは駆け抜けたけど、そのあたりに死体はなかったですね。うん、僕も貨物通ってきて、診察最後なんで。最後キッチンまで行ってんすけど、キッチンにはなかったです。展望は見えてないけど、まあ、キッチン精査すれば多分分かると思います。貨物がアルマとオラフ君かな、ね、はい、はい、多分メインやったと思う。僕メインですね、確か。あれどこだっけ、確かセンターさんと同じで一緒に走ったよね、リアクターまで。だからメインだったから曖昧だけど。あ、それはね、ピカクロスが目撃してる。そうそうだよ、ね、2人左行って俺右行った。あ、そうだよね、そうセンターメインだ。確かと思う。まあでも少なくても脇市の後リアクターになって一緒に走ってるから別にずるいね、うんうん、まあ、とりあえずリアクター左一緒にスナパイさんと直して金庫一緒にいたけど警戒して僕多分すぐ離れてると思います。そうだそうだ。で私がエンジンルーム脇、俺も確かスナパイさんもいたと思う。目撃情報ゼロだったらキッチン脇確実で、左側確実です ね、うんですね。位置関係的にそうですね。キッチン、ごめんなさい、キッチンまで、武器庫キッチンまで確認されてるけど、展望セキュリティとかは見れたんで、そこに死んでる可能性は全然あるかなと思います。リアクターの左、ずっと僕ですので。トータスさん、一番無理かな。トータスさん、ピカさん、僕、アルマさん、無理かな、うん。右だったら、あ、右、左の木だったら、うん。ワンチャン貨物とかにあった場合は怖いかなぐらいかな。バイタルないのは確認できてんだっけ。貨物はバイタル僕が見てます。あ、そっかそっか。ありがとう、ありがとう。
アルマさんが一応あれぐらいバイタルまで行ってたら直さなくていい。買い殺しになっちゃうの。釣ってあげないと。ポスターきついと思うけどな。ローラーで釣ってあげた方が良さそうな気がするけど。あれ？トータさんが死んでる？死んでる。トータさんアルマ。あれ？僕アルマさん、あれ違うか。僕展望で弁当動いて、ほうほう。それ見て押しに行ったんですよね。どこの一番左？展望の一番左の弁当です。コックピットと繋がってるやつね。あ、そうですそうです。僕とスナパイさんは無理かな。今アーカイブいるんで。カメラで確認してます。2人がアーカイブに書き込んでるのを時間差で確認してます。ちゃんとさんですかね。私メインの小部屋いるけど、まあアリバイないからな。私メインの小部屋、どういうルートでメインの小部屋入りました？キッチン、武器庫、コミュ、エンジン、メインの小部屋。あ、それだったら僕と絶対合いますね。僕展望で弁当見た後にキッチン、セキュリティ、エレクトリカル、メイン、エンジン、宿舎前、初号機、ミーティングって言ってるんで、もう一回キッチン、キッチン、キッチン、セキュリティ、エレクトリカル、メイン、エンジン、宿舎前通路って。で、最後しかも押してるよね、ミーティングまで。はい、押してます。オラフ君の方が先で、私後であると思うけど、っていうかあ、カメラ見てくるのピカさんだっけ？うん。私が映ってない？結構後半の方に。後半と言われても、確認は取れてないですね。かつ、私が見たのって本当に10秒間ぐらいなので、普通に私はオラフ君先に行って私がその後エンジン右に行ってるルートでありえるか、最後ボタンまで押せるとこまで行っていて、私最後メインの小部屋入ってタスクはできていないので、ちゃんとさんは自身の白照明よりも誰が黒かっていうのを上げないといけないと思いますよ。多分容疑は変わらないんで、オラフ君、僕ですよ、絶対ローラーで。ああまあ、オラフ君ってさ、セキュリティとかそのメイン通った時とかにピカクロスは見てるか？停電中にもかかわらず僕突っ走ってるんで見てないっすよ。多分停電になってたと思います、メインセキュリティエレクトリカの通った時は、もう僕はボタンで足りる？ボタン足りるならローラーでもいいけど、あ、ボタンで足りるっけ？私押してないはずなんで押せますよ。僕押しました最初に確か。ボタン足りるならオラフ君までローラーでいけると思うんで、お願いします。ルーテーション昨日のキルができないから。そうですね。もちもち。できない。うわ、嫌で。ハンスファイト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 。聞いて聞いて、めっちゃ怖かった。あのさ、キッチンでサントスさんと会えてさ、あかんあかんあかんと思っていろんなところ逃げたんよ。で、コックピットでなんかやアドミンチラッと見て、あ、サントさん来てないので、コックピット出て、じゃあドアが閉まって、その後コミュニケーションのダウンロードやりに行って、パッて開いたらサントさんおったんよ。怖っ。重なってたんよ、俺に。で、そっからさ、もう一回一回コックピット行ってさ、なんか、怖い怖い怖いと思ったらさ、サントさんもう廊下で待っててさ、誰か来てって思った。めっちゃ待ち構えてる。むちゃくちゃ終えられた。アルマさん、どこで死んでました？僕展望です。あ、やっぱり、いや、はい、展望に入った弁当アルマさんかなと思って。うわ、ああ逆にね。と思ってアルマさんかなと思って押しに行ったらアルマさん死んでたから。あれと思って。ああそういうことか。いやもうでもトータさん。なんか似たような状況前もあったな。トータさかんよ、あそこで藤宮さんの発見したって嘘つかなお前。なんでなよ。
俺があそこでボタン押してさ、あのオラフ君と絵画見てたって楽しい会話して、俺が釣られてそっからスタートやったのに。藤宮さんのさ、藤宮さんのさ、勝率も下げて、お前何してんねや、ほんまに。ぶち切れてる。こんなに正論一つもない攻められ方した初めてでしたかわいそすぎ正論ゼロやな、おい。